どうもです。こちらはさあ、今日は5月に買ってきたもアニメグッズ紹介。さあ、6月になりましたからね。はいはい、紹介しよう。いい、うん、まずはこちら、はい、月刊アクション。これはあれですね、カードが欲しくて、はい、2冊買いました。はい、ただね、それ以外にもね、あの、なんだろう、サイン色紙、うん、プレゼントあるんで、その応募券が入ってたりします。なるほど。一応ね、応募しましょう。応募しようと思いますね。はい、はい、次。じゃあ次、これどうする？ここに、こっち。あ、いいよ、下、もっとどんどん下もちょっといい、はい、置く場所がちょっとあるね。置く場所ないんでね。あ、今日ね、部屋変わってます。あ、そうですね、はい、あの、いつも使ってる部屋の蛍光灯が壊れましたと。はい、はい、これは東京ザナトゥタペストーリー、タペストーリー賞。はい、はい、当たり A 賞って書いてあるね。なんか缶バッチとかの当たりのやつだと思うんだけど。なるほど、はい、A 賞にね。知らないアニメだけど買ってきたよ。100円？300円だね。さあ、そしてこれはあれだね、はい、彼女お借りしますの、はい、帰国時、いい賞、はい、千鶴のタペストリーですね。はい、この、この絵柄、そう、そうだね、500円。はい、はい、はい、同じく、はい、H 賞、スミちゃんのタペストリー、はい、はい、500円、はい、はい、スミちゃんは可愛いね。開けたいね、これはね。うん、それはスミちゃんは飾ろうと思います。まあ、同じく F 賞のマミ、500円。はい、あっか。そして、のげのらの、はい、タペストリー。これ広げちゃっていいね。もう広げてあった状態だったから。はい。こちら500円。こんな感じでいい？はいよ。はい、あ、見えない。見えないか。あ、もうちょい下だな、もうちょい下。はい、OK。のゲームのライフ。はい。忘れちゃった。ねえ、忘れたね。はい、次。スパイファミリー。これ、セガのゲームで取れる景品かな？はい。400円。絵柄のこれですね。はい、はい、かわいい。で、これがデートアライブのくるみのフィギュア、500円、 20%引き。はい、まあ、開封済みって書いてあるね。はい、はい、これ本屋で買ったんだ。はい、あ、これも、災難ヒロインの育て方なんちゃらか。そうですね。700円から 30%引き。3721。490円。安いよ。で、あとフィギュアは、あ、昨日ガチャで出たフィギュア、どこだったの？あ、それそれそれ。一回1000円ガチャ。何？まあ、外れたんですけどね。外れの中から、あの、欲しいもの、外れの中にね、欲しいものがあったからね。抽象的なやつだね。そう。うん、はい。1000を2回やって、これとこれもらってきました。はい、これね、多分2000円ぐらいするんですよ。多分。なるほど。僕の記憶だとね。はい。めっちゃいいじゃん。それまた別に組み立てる動画、ちょっと。いやいや。作ろうかなって。いいです。行こう。次。48枚の等身大。フィギュア買えなかったから。なるほど、ね。これで我慢するみたいな。それでいいや。はい。これ。ダンベル何キロも持てるの、これ9時のやつですね。はい、クリアファイル。まあ、外れ賞かな。ぜひ。でもね、100円。100円で買えたんで。はい。はい。裏、あ、裏は別に、はい。はい。次。お、これね、懐かしいね。僕は友達が少ない。はい。の、持ってるじゃん、これ、たくさんだから。たくさん持ってるね、実はね。持ってる。よく覚えてるね。これな、何になるこれ。まあ、こういうやつだね、こういうやつ。絵柄がどっちだっかな、こっちの絵柄かな、こっちの絵柄、買ってきました。はい。500円。はい。よし。ひっくり返すか。はい。いや、多分大丈夫だと思う。えいよっ。あ、ミクちゃん紹介して、ミクちゃん。はい。
桜ミック400円。はい、はい、はい、でこれコードギアスの C2 の、うん、キュンキャラですね、はい、カスタム500円と、これもう一人持ってたからね。はい。300円。はい。これ嬉しいね。はい。あ、これフェイトのやつ持ってたね。はい。はい、これ200円。はい。C 賞ですね、C 賞。はい。はい。でね、あれだね、鬼滅のねずこの、フィギュアかな。はい。100円、200円。はい、はい、はい、これもフェイトの100円。はい、はい、お、あ、そうそう、これいちごマシュマロの DVD だね。まあ、特典がついてるんで買ってきましたね。はい、100円、安い。あ、そしてこれですね、五等分の花嫁のチョコラックフィギュアですね。はい、まあ、100円から200円の間、これは別の動画で、まあ、うん、開封します。開封しましょう。まあ、これで5種類揃うかね。これだって500円とかするもんね。そう。ね、単品だとね、うん、5、600円するんで、うん、安いよね。そうです。ただ中身わかんない。開封済みだからね。なるほど。まあ、推しキャラが抜かれてる可能性あるから、揃わない可能性高い。はい。ウマ娘ですね。これもう一番くじの D 賞。はい、これ、良かったよね。100円。これね、蛇が見つけた。そうです。はい。全部100円？こっから全部100円。お、はい。煉獄さん。はい。煉獄さん、そう。はい。これ、あれだよ。歌のプリンス様の A 賞。はい。100円。100円。嬉しい。使えるよ。一期しか見てないけど。ブランケット使えるよ。ん？ブランケット使えるよ。そうだね。これ、はい。マホルマティックの、なんだろうね、コミック、応募者って多分、読者全員サービス。キャラクターフィギュアだって。ね、100円。中身が。わかんない。そう、わかんない。一応見なかったんだけど、見なかった。うん。あ、見る見る。ちっちゃいやつですよ。レアだよ、これ。でも。ああ、そうだ、ね。ラストみたいな。どういうの？あ、はい。めっちゃいいじゃん。いいと思うじゃん。3つあるよ。マホロさんいねー。え、うん、おい、肝心のマホロさん。どこ？先生と生徒だね。あれー、いや、だからけど、でもな、中見ちゃいけないと思ってさ。はい、これは、まあ一応アニメでいい。かか、うん、財布ですね、これ財布。これ使うと思って、ちょっとこれ別に外しとく。これ俺使うもん。使う。あ、これラブライブ虹ヶ崎ですね。イラストボード G 賞。いいやん。うん。あ、今、見えてたかな？なんかちゃんと、この辺じゃないと見えないな、この大きさだと。あ、見える見える。はい、OK。はい。ダブルピースの方がね。知らねえ、俺。はい。これ、もう全部100ね。はい。ビンネのラグランジェ。はい。はい。いいね。で、これ、はい。エヴァンゲリオンの、ジェイショー。はい。ジェイショー。バイオノミ。あ、いいね。はい、技術使えてる。光っちゃってるの、おっこつくんだっけかな。はい。はい、テンスラ。アクスタ、アクスタ。うん、はい、進撃の巨人ね。これも呪術廻戦。エヴァンゲリオンの一番口。呪術廻戦のアクリルスタンド。これ嬉しかった。セラムーンの一番口だね、多分。相性。うん。はいはい、コリルスタンド、はい、クルシュ、はい、クルシュ110円、はい、チョコノッコね、呪術廻戦ね。はい、アクリルスタンド、これも呪術廻戦のアクリルスタンド、イカ娘の DVD、はい、オリジナルアニメーション2013年、オリジナル、うん、多分、だから見たことないと思ってね。あ、全然ね。そう。100円で買ってきましたね。白スクね、白スク。あ、これ映画だね。あ、これでも金曜当初で見た気がしたな。心が叫びたがっているんだ。そう。の CD が100円で
売ってました。CD。CD。オリジナルサウンドトラック、あ、サウンドトラックだ。はい、音楽だね。BGM だ。だから、オープニングとかエンディングではないんだね。多分そう。はい。かわいいね、この子ね。あ、かわいいね。一袋終わったな。よし。そして、次が、ぼっちみたいな顔してるね。エヴァンゲリオン劇場版の S 賞のスペシャルアートポスター A2 サイズ。え？全3種？わ、このデザインが入ってますって。うわぁ。はい、わかりました。はい、まあそうだろうな。でも S 賞だから。はい。はい。これ、はい、ガンゲイルオンラインのポスターですね。はい。あ、全1種。あ、これしか入ってないんだ。でもね、ちょっとね、箱がね、ぐちゃぐちゃなんで、もうね。まあまあまあ、中身だからね。そう。中身大丈夫かな？浮かんもあるな。ああ、ああ、折れてるね。折れてる。折れてるね。え、ポスターも？うん。あ、でも紙じゃなくてね、プラスチックだわ。あ。どっかに。ふかじろ。こっちか？え？ふかじろ？ふか、ふかだよ。ふかじろ。はい。はい。こんな感じか。まあ、絵描いてあるしな。うん。ふかじろの武器さ。うん。あ、あー、あーって言ったっけ。二つ持ってたっけ。なんでもない。はい。はい。空の青さを知る人よ。デラックスクリアポスター。はい、あれ、これも昨日のショーで確かやったの見たな。見た？うん。確かやってたな。あ、眉毛が太いかな。バンドリー。あ、バンドリー。はい、バンドリー。はい、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 はい。すみません。入ってません。どっちかが入ってるって感じかな？この絵柄のどっちか。あ、ここにチェックマークあった。はい。はい、チェック。丸3番ですね。はい、ひまりちゃん。らしい。はい。これ、ワールドトリガーの F 賞のタペストリー。はい。これ、ヒューズのA3 サイズのタペストリーか。上、100円安いな。100円安い。ごめん、これごめん。何のゲームか、アニメゲームかわかんないけど、買ってきちゃった。あ、ちょっと かわいいなと思って。気をつけてください。なんだろうね、これ。カード入れだと思うけど。はい。はい、はい、はい。次。はい、はい、はい、はい。はい。まだあれだな。あ、こんな買ったっけかな、もう。10分、10分、もう10分。やばい。え、もう14分やった、経ってる、やばい。これ、ワールドフリーが H 賞の、はい、タペストリーでーす。これ100円？これも、はい、ワールドフリーが H 賞のタペストリー。はい、これも、ワールドフリーが J 賞のタペストリー。はい。はい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 。これですね、マギの、ちょっとわかんないけど、一番くじね。ポスターセットって書いてある。はい。うん、クリアファイルも買ってるんで、はい、とあるですね、とあるのクリアファイルに、はい、菜の葉のクリアファイル、ああいいね、この絵柄で、はい、ハイタイ菜の葉だったな、これ昔見たけどちょっと忘れちゃったな、このアニメのマウスパッド、なるほど、やばい、買った記憶がないアクリルスタンドが入っている。これ、あれだな、なんだっけ。はい、鬼滅のアクリルスタンドですね。すごい、密室だからね、これ。そうだね、今締め切りですね。はい、はい。これフェイトの、J 賞のタオルですね。はい、ビジュアルタオル、はい。この辺からちょっとタオルが多くなる。タオル、はい。はい、タオル。光っちゃってるかな？タオル。はい。あ、ご注文は、うさぎですか？タペストリーね、はーい。はい、お、タペストリーって言ってもアイドルマスター。タペストリーじゃないよ、これは。いや、タペストリーね。タペストリーねって言ったね。タオル、タオル。はい。
アイドルマスターのマルチクロス。うまいかね。はい、これも、フェイトだね、はいはいはい、アサシンのタオルになります。はい、ちょっと光光これジャック・ザ・リッパーだね、多分ね。あ、違うか、あれ、いや、はい、はい、アイドリッシュセブンですね、はい、F 賞、はい、この絵柄ね、はい、おお、呪術廻戦のタオルも買いました、はいはいはい、F 賞ね、はい、タオルですよ。タオルで100円は安いですね。左か、あ、一番左の絵柄が、はい、多分そうだね、はい、あ、そうそうそう、はい、安いですね、タオルね、はい、お、これ馬娘の G 賞のタオル。スペシャルウィーク。スペシャルウィーク。うん。呪術廻戦。はい。はい、E 賞の、これタオルも買っちゃいましたね。はい、100円？100円ですね。使いましょう。はい。はい、東京リベンジャーズの G 賞。はい。はい。三ツ矢のタペストリー。はい。はい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 。はい。ヒーローアカデミアの、ね、H 賞。タオル。トカちゃんじゃん。あれ？こっちツーちゃんつって、ツーちゃん。トガちゃんを目当て。え、これはいいね。多分買った。トガちゃん。はい。ディズニー。次、ツイステッドワンダーランド。はい、はい、A 賞のキャンバスボード。A 賞？すげえじゃん。100円？100円です。はい。これはヘビに広げてもらいましょう。100円で売ってたから。でかくね。あ、オッケーです。いいおっぱいだ。で、はい。呪術廻戦でしたね。はい。はい、こちらは青春豚野郎だね。呪術廻戦のプレミアムバスタオル、右の方の絵柄ですね。はいはいはい、マクロスフロンティアのシリルのタオル。はい、これ、ちょっと待って、今思い出してるんだよ。後ろか、後ろに書いてあるな。あ、ニセ恋、ニセ恋、コサキちゃんの、何これ、クッション？はい、小さい、小さい、俺の枕、はい、彼女も彼女。うわ、ちっちゃくて見づらいけど、はい、こちらのタペストリーに入ってます。 G 賞、はい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 、やばい、足痺れた、痺れてきたな。はい、日常のナノ、はい、坂本フィギュアですね。最高よ。これ多分雑誌の付録で払う、月刊少年エース2011年の7月号。はい、はい、はい、やべえ、これ買ったかな、ウマ娘のプリティス、手帳型スマホカバー、はい、これスマホ持ってないけど、はい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 、ポチャコ、ポチャコ、はい、そう、ソニックに出てくるね、キャラクター、ポチャコ、ポチャコ、はい、名前ちょっとひっくり返すか、ひっくり返そう、はい、はい、よかった、おじさんというのはいつものパターン。いや、20分なっちゃう、20分なっちゃう、いいよ、はいよ、はい、OK、 はい、はい、はい、紹介もういい、もうそうです、ザッとやく、ザッと、はい、はい、はい、いや、呪術廻戦、ほら、もうあーにゃもあるしね、はい、もうこっち置いてこよう、これエヴァンゲリオンの一番くじ、はい、カッコの、あ、花やね、アクリルです。あ、この辺、この辺、光っちゃってるな。もうこれはいいよ。はい。リゼロの一番口 D 賞。最後。100円ですね。100円。はいはいはい。ちょっと待って。はい。呪術廻戦のアクゼスタントですね。あ、これも100円で言ってた。F 賞。1かな、アクゼスタントね。ご存知の方で。え？これ誰か教えて。うん、これエヴァンゲリオンのキャラクターですよ。多分映画に出てくるキャラクターです。なるほど。俺も知らない。これだ。ウマ娘のアクリルスタンド。はいはいはい。この辺ね、100円で買ったアクリルスタンド、あれだよ。結構、
スタンドついてないのあるいっぱい。この間買ってきたスタンドを使おうと思って。はい。あ、これ見て。のの日和の特製トランプカード。これ絶対付録に入ってたやつだよ。なんか、雑誌の付録。はい。これでさ、どう当たらない？あ、そうか。あ、この辺、エヴァンゲリオンの、あれね、一番くじのアクリルスタンドだね、この辺。使うの？これ。これ、あれだね。あ、これ、カンコレのバンクジの、バンクジだったですね。から。トングだったよ。カトラーリ、トング、はい、トングね、トング。あ、使わないね。多分。わかんない。知らない子だけど、可愛いキャラ。これ、100円。これ100円。これ、アクスのかね？え？スタンド代は。あ、それで100円か。はい。傷がやばい。え？ちょっと待って、あとね、ちょっと待って、色あせがちょっと、あー、すごいね、色あせが。これ、ゲーセンでね、1500円で取ったんでね、うん、あるんですよ。そこに飾ってあるんだけど、色あせすごいな。さすがに。まあ、100円。でも100円なら安いんじゃない？はい。あ、これさっきもあったな。100円安いよね、これ。100円で。はい。知らないキャラだけど、カードのスリーブ。可愛いから買ってきた。はい。あ、これ、この辺、エヴァのね、今回アクスタいっぱいあったんだよな。結構買ってきちゃった。ウマ娘。ウマ娘。あ、ヘビに買ってきた。はい、あげる。あげる。これ。あ？タイガー&バニーだって。テンスラ、テンスラの。お湯飲みのね、あれ持ってた。やばいね。ちょっと待って。はい。ボトムの花嫁、ライハちゃん。はい、いや、この辺にもさ、やめましょう。この辺にさ、あれ、ライハちゃんの2つあったじゃん。あった。ライハちゃんのね。3個揃いました、ライハちゃん。で、あ、ヘビがだんだん無言になってきてる、急ぎましょう。はい、アクスタね、アクスタ。これもエヴァンゲリオンの F 賞。はい、アクリルスタンドですね、これ。アクリルスタンド。あ、見て。遊び遊ばせ。売ってたよ。はい。ソードアートオンラインのアクリルスタンド。アクリルスタンド好きだからね。いっぱい買ってきちゃった、アクリルスタンド。はい。あれ、これこの、これなんだろうね、プラスチック。あ、コースターだって、これコースター。タキノのコースター。はい。ウマ娘。ウマ娘。アイヴァンゲリオンの、これ、スタンドないやつね。それももう、ビニールにも入ってない。でも、スタンドは100円で買ってきたのだから。はい、ウマ娘。なんかもう、はい。はい。はい。これは、アクリルスタンドだね、これ。はい。はい。シンカリオン。はい。ウマ娘ね。今日、あれ？やめ。はい。エヴァンゲリオン。あとは、これ。ローソン。これカンコレだよね。ローソンじゃん。はい、ローソンだよね。はい。終わった？はい。あ、終わりだ。終わりですか？ないの？飲み物ない？ん？ない？セリアで買ってきたアクリルスタンドあるんだけどさ。はい。セリアで買ってきた、これ五等分の花嫁のね、アクリルスタンド。あ、5種類揃った。そう。かわいいね。これ2のか。セリアにね、コメントでどれぐらいだろうね。1週間ぐらいかけてね、
結構回ったんで、まあ、集まりました、全種類。これ組み立てて、別の動画でね、組み立てて飾っていきたい。そのとこかな。はい。こんな感じです。以上ですね。さあ、そして俺は思った。この紙袋ね、今ので3袋分くらいかな、うん、になっちゃうね。毎月こんなに溜まっていくのかなって。3、4袋。うん。買ってるのかな。買ってる？うん。で、買ってきて出して、うん、アクリルスタンド、アクリルスタンドでまとめる。1週間にでも2回ぐらい行ってるよね。1回だよ。1回ぐらいで。まあ、3回行くときもあるけど、多分ね。あ、そう。あ、多いときは行くよね。まあ、それぐらいかなと。すごいね。でもね、1ヶ月これ3袋分使ってたらね、うん、やばいなと。ちょっとね、まあ。これからね、2袋分ぐらいになんとかね、抑えていこうかと思いますね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。